カキンさん参戦。ヒカキンさんだ。リスナーの皆さん、ヒカキンさんですあれ。本当に違うんだけどな。一つのリスナーの。スパイダーマンっぽいでしょ。キル回避できんじゃない。みんなスライディング使う。リテンション高いかもしれない。やばい、久しぶりすぎる。ちょっと。おい、有名人がおるぞ、ここに。出た。あ、匿名ってことは超有名人じゃない？うわうわうわ。匿名あれ。200万人かな登録者。匿名？ヒカキンさんじゃない？ヒカキンさん。ヒカキンさんだ。ヒカキンさんかもしれない。僕がわかんない。ヒカキンさんだ。アンナさんもこれ動画にするよ。ヒカキンさん。ヒカキンさん。びっくりマン。びっくりマンってな。いや俺の魂胆がバレとるんやけど、ヒカキンさん参戦ってやろうと思ったら気持ち悪い。あいつのスキンやば。ヒカキンさん参戦でいいね、これは。さあ、エージェントから始まりました。久々チャプター3。インポさん初めて。なんか仕様変わったのか全然わかんないけど、まさかのね、チャプター2でインポさんのこの基地ボコボコにされたのにあるというね、まさかの事態。まあ俺からしたらね、嬉しいことなんだけど、まあこうやってね、みんなとの交流の場できるしね。ありがとうございます。ヒカキンさん、あ、ヒカキンさんだ。ヒカキンさん、みんなリスナーの皆さん、ヒカキンさんですあれ。あれヒカキンさんです。ここで殺されたらめちゃくちゃヒカキンさんビビっとる。ヒカキンさんめちゃビビっとる。ヒカキンさんごめんなさい。ごめんなさいね、ヒカキンさんね。しんのすけ。ああ、これ。あーだ。あれ？なんで？お、誰が死んだ？なんか、アマルさんなんですけど。アマルさんが。本当だ。なんか、俺アマルさんについて行ったんです。場所はどこだ？なんかブリッジの下の。入り口で、アマルさんがそこに抜けてって僕はちょっと遅れて入ってたんですけど、あれハテナさんがなんかその弾をすり抜けてそのブリッジの方行ったんですよ。うん、あれ何だったんですか。え、あれそう、庄司さんも前から来てましたよね。そうそう、いやそう、僕も島の監視所でブリッジ行ったらハテナがいて、アマル君は普通に殺して。え、いや、嘘つきだ。え、違う違う、ハテナは普通にあのずっと上にいたよ。いや、もう目撃者2人いるから、もう待ってる。他のラインがスルーしてた。いや、ハテナの推理はもう、コーンさん、庄司さん、2人です、これ。みんな騙されないで。まあでも、ハテナつって、あの、違ったらこの2人を…違う違う、嫌だ。ハテナからじゃないよ。え、なんで？コーンさんが…君でしょ。コーンさん、あれ？ハテナじゃないのにな。いや、もう僕らからしたら100%よ。ちなみに、つばくん、俺、こよいちゃん、あともう一人、しんのすけは絶対に無理よね。え、でもハテナ、自分の部屋の上にいたんだけど。ゴルミニガン取りましたね。なんでやろ。まあでも一応なんか、あのハエみたいなやつ、ちょっとチョコサイからそういう動きとか。消しとこわ。あれ、ハエ叩いてないの。害虫。いや、無謀だったな、今の。すげえ無謀だった。びっくりしちゃった、今。目の前でやってたもん。なんか憎しみがあるんじゃない？アマルに対して。なんか見られてて、でも、倒したいみたいな。違うんだけどな。違うんだ。違うんだけどな。ほんとほんとほんと。ほんとに違うんだけどな。一つの理想なのに。なんか変。なんか、え、これ変わった点？もしかして。チャプター3になって。翻訳がおかしい。あ、クレジショーちゃん。これは、もう一人が誰か。もう最悪のスタートよ、ハテ、バボハテちゃん。やってるね。俺もやるか、ちょっとだけ。やばいね。バナナ。こゆちゃん。やってる。倒してこっち来たとかないかな。カメ。カメね。こっちに死体があったらワンチャンカメで終わるんだけど。どうだろう。カメ。でもカメはちゃんとやるタイプよ。カメで会ってほしくない。スバくんとかワンチャンあるんかな。でもさっき俺フードコートでめっちゃビビり散らかしとったところを見ると、こいちゃんいない。こよいちゃん、しんのすけ、コーン、コーン、
クレイジーなくね、クレイジーを探せ、あの人死んでるんじゃない。お大地出ました。あなるほどね。どこで知りました？科学操作っす、階段下下るやつ。あーちっちゃい部屋みたいな。じゃあ怪しい人が一人いて、バナナのやつなったタイミングわかります？はいはいはい、であの時にオフィスに小ゆいちゃんいて、で俺はその通路、ブリッジの下のオフィスの前の通路行った時に、そっちの方からカメが走ってきたよね。ほう、なるほど。模型物資工場から走ってきて、誰だろうって名前だけ見とこうと思ったらカメだったんよ。ワンチャンカメあるかなと、なるほど、思っておるんですが、クイックチャットを駆使してカメ首打ってる首打ってる。え、でもだいぶ時間あるからその時じゃないかもしれないけど ね最速いきます、最速、最速いくんじゃん、タクシー最速いきます、最速。いや消えるか、最速エンド。カメいいか、お前だろカメ。首打ってる首打ってる。恨みあるんだ庄司さんに。日頃からこっち疲れてるからその恨みで、さっき俺見たもん、あの僕のこと好きって一生亀に言わせようとしてる庄司君見たから配信で。パワハラ見てたから俺。それなんかやってたな、それで。ちっちゃちっちゃ肩ちっちゃ、何も防げへん。それではすごい、嬉しい。亀どこかすがすがしいすごいな。僕のこと好き？カメ。無視だ無視だ。何も言わない、何も言わないな。あなた。怪しかった。俺は絶対殺そうとしてたもん。絶対。なんでだよ。なんでだよ。よ。よ。さ、幸先が良いね。いやでもまあこのゲーム。その確実にエージェント側が有利なんよね。これもう最悪や。ファイリングの音めっちゃするやん。うわもう最悪や。もうい、いね。でもこのしゃがみもっと強くしてほしいなこれ。オーマイガー、スパイダーマンっぽいっしょ。俺一人しかいない。これまさかこれキル回避できんじゃない。みんなスライディング使う。よしよしよし、いいね。インポスターにはいらないと思うけどな、このスライディングシステム。ある程度タスクとかを制御していかないとインポスター勝ち目ないんで、これね。みんなスライング駆使するやん。アホや。こんな目立つところで、あ、KFC が。バレー、最速バレアンナさん、アドバイス通りアンナさんがしばかれてる。まもるくんです。あれ何また？あれ、まず僕その前からアマルくんすごいおかしいなって思ってて、緊急タスクあったじゃないですか。あの時に僕バトルパスのなんかそのスライディング面白いなって思って、でどっか一番長い階段とかねえかなって思って、でバトルパスの裏のなんかはしごがあったんですけど、そこでやろうと思って滑ろうとしたら、緊急停止タスク中に僕に近づいてきて、えって思ってめっちゃ怖くて逃げて、でその後フードコートまで逃げて様子伺おうかなと思ってブリッジ戻ったら、アンナイさんの目の前でアマルくんがいて逃げてた。え、目の前じゃない。え、違う違う違う。え、アンナイさんの下がなくなかった。これはアマルくんで大丈夫だと思います。え、違う違う、普通にバトルパスのやつは早いって。あの庄司さんがいたから確かに俺追いかけたんよ、ふざけて。でもその前にあのしのすけくんとであのすれ違ってるけどさ、ボタン俺緊急停止したし、でそれで俺ブリッジで俺もスライディングで遊んでたの、みんなで遊ぶ、あ、スライディングできるんやとか言いながらやってて、したら今庄司さんに言われたけどブリッジにしたよ。まあでも
でも僕からでも全然いいよ、全然。え、スタイどの辺にありました？でも、アマル君を釣ってほしいかなっていう。うん、ブリッジの下の方。だから、いいよ、全然。いや、ショージさんやっぱいつもパワーだから、ショージさんから言ってほしい、今回は。全然僕でもいいよ。僕でもいいし。で、その後絶対アマル君釣ってくれるんだったら、ブリッジの下になかったでしょ、だって。俺だって遊んでたよ、そこで。でも、ショージさんが最後にブリッジに見えたのは、あの、見たから。俺、死体見てないよ。死体はあるはず。ショージさんでいいと思うけどな、普通にこれは。うん、全然。いや、ごめん、入れれなかったよ。どっちに入れればいいかわかんない。おまるさん。1937、1937、覚えて、1937、1937、OK。兵器中立。伝説のバッターや。最悪やって。初心者ここで殺す、今更ブリッジで殺すってやばいね、なかなか。スライディングキルしたくて、どうしても。いやね、また変な企画やっとんなぁ。で、アンナさんいたから、これ、アンナさんしかないと思って。俺もうめっちゃ周りに人おるの分かっとったからさ、あ、こいつアホやと思って、あ、多分アホやって言ってたと思う、多分。アホや。最悪やって、マジで。何してんのマジで。いやさ、アネさんならわかるでしょ。スライディングキルしたら映えない、絶対。いや、もう、それ公開でやれよ。公開でやるべきだろ。いや、もう。インポスターでキルシューでも作ろうと思っとるもしかして。お最悪やって。すぐバレてま。なんか見れそう。嘘。どこ？あ、違うんや。あ、ね、宿泊部屋。え、アンナさん的に誰、まあでも分かんないか、まだ誰か。全然分かんないよ。まあ当ててくださいよ。まあでも消去法で、つばくんか、ちょっと待ってね。で、コーンさんもない、しんちゃん亀もないな。で、バボハテかつばくんじゃない。似たから、俺の中で。なるほど。あれ？痕跡が。え、亀が死んでるやん。バトルパス修理工場です。え、さっきカメと水鉄砲で遊んでたぜ。いや、それで僕普通にシンくんと一緒にカメがカメくんおったからで、行って帰ってきたらカメくんがやられてて。じゃあしんのすけじゃないこれ。いや、さっきでも俺それからシンくんやと思うんすけど。うん、だってさっきのターンもあの、僕かアマルくんどっちかに入れていいよっていうあやふやな状態でやってるから、結局もう一人のインポスターはあやふやだから、じゃあスキップでも全然オッケーだったんよ。そん中の397がスキップに入れたから、でそこで翼三郎がしんのすけの7番疑うってことはもう 100% しんのすけでありだと思うけど。でもじゃん、うん、実は違くて。どこに、どこにいたんすか。もう普通の人ならここで397の7が疑われて俺に投票するんですけど、これ実は違くて、うん、実は違くて、僕ってバスにはもう途中からいなくなったんですよ。うん、そう、初めカメと遊んでて、そっからどこだっけな、どこだっけ、あそこ、あれ、私は一緒シンくん、バトルパス工場にピーリーもう一匹いたから、それや。見られていたのか。見られていたのか、そこまで隠れたのに。シンのすけお前だったんだろ。俺じゃない。信じてくれ。お前なんだろ、知ってるぞ。じゃないか。さよなら。どうなんだ。いや、早いな、早い、早い、早い、え、やばいな、今日、今日やばい、え、しんのすけ、今日すごくない？